ビール欲しい。聞くしかないよか。なんか全然違う話してるけど、この人。ジョミの友達から LINE ギフトで送られてきた松阪牛のソーセージ。美味しそう。ありがとうございます。ありがとうございます。匂いでも少なくなったんだけどね。このままでいいかな。うん。2本ずつ丁寧に焼いていく。いつもシャンベツは出てこんな出ないよね。なんでこれスーソーセージの煙。うん、うまいです。うまいです。なんかたまには珍しく喋りながら料理作ってきます。はい。今日初めてキャンプ場、無料のキャンプ場に来ました。うん、いいね。うん。これで無料はいいよね。ね、こんな感じでいいの。ということで。ということで、何を喋りましょう。キャンプを始めたきっかけみたいな喋ります。キャンプを始めたきっかけは、健太郎が先にキャンプをやってたんだよね。そう。4年前ぐらいに、まあ、会社の付き合いでキャンプを始めて、1回ワンティグリスのパックテント1万円の安いやつで買って、2人ソロキャンプを読み始めてて、それを俺たちもやりたいっていうので始めた。そうなんだ。そうそうそう、それは初めて知った。それぞれテント買って料理をお裾分けして静かにやるみたいなスタイルがで始めたんだ、キャンプ。うーん、でも大きなテントも欲しいなとはずっと思って
て、でアマゾンの新春セールでコールマンのテントが安く売ってたんで、タープセットのやつ、うん、それ買った、うん、それで夏希とキャンプ行ってって感じだよね。そうだね、うん、ウィーで、まあ、こんな俺の話は多分そんなに重要はなくて、もともと本当夏希はそんな運動とかもそんなしないタイプで、運動嫌いだから、ね、うん、どっちかっていうと酒飲むかラーメン食うか寝てるかみたいな。そう、あの昼間寝て夜酒飲みに外に出るだけだから。そうそうそう、インドアな子がやっぱなんでキャンプを始めたのかっていうとこじゃない、やっぱ大事なのって。そんな興味あるかね俺の今の話の方がもっと興味あるなんか2人の共通したその趣味がなかったから、うん、お酒ぐらいだったもんね。そうそう、2人でこうできること。で、私はスポーツも嫌いだから、ケンタロウはテニスをやってたりスケボーやってたりしたけど、私は絶対にできないから、うん、そしたらキャンプやってみるかってなって、うん、最初は月川荘だっけ、そうそうそう、綺麗なトイレが歩いて30分くらい超不便なとこに連れて行ってもらったんだけど、でも意外と、まあ、デイキャンだったしね。そうね、最初は泊まりは結構壁が大きいと思ったから、うん、とりあえず日帰りで、うん、でもそれが楽しかったんだよね、うん、ハンモックが良かったのとアヒージョが美味しかった。そう、ね、意外と楽しかったね、うん、そう、トイレ遠いし汚いし、あ、これ失敗したかなと思ったけど意外にハマってくれたからよかった。そうだね、でもやっぱりトイレは綺麗なところの方がいいね。そうね、そう、今は絶対綺麗なトイレじゃないと嫌だし、ね、うん、そんな感じですかね。そうね、あとはそのお酒飲むのが好きだから、うん、外でお酒飲んだら気持ちいいんだろうなっていうのがあって、それで泊まりでも行ってみたいなってなったな。そう、あともともと焚き火には興味があった。うん、まあ今もキャンプ以外は外出ないけどね。まあね、うん、しかも、まあ、この間スイッチ上げちゃったからでも今日持ってきた。持ってきたよ。さすが。しかもなんかオーナーロッジって本当になんか家じゃん、外にいるっていう感じじゃないというか、うん、なんか仮設別荘みたいな感じ。そう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 、だから多分大丈夫なんだと思う、うん、まあでもコールマンもほら家じゃん結構。まあそう、まあ何でも家か、うん、こういうのだとさ、まあ、家っぽくないじゃん。まあ今は全然平気だし、これ自分で買ったんだけどねやっぱりテントの中で昼寝するのが気持ちいいよねみたいです。はい、まとめるとやっぱ外でテントの中とかタープの下でコットで寝るっていうのはね、いいよね。うん、まとめられてないけどね全然まとめてない。なんか全然違う話してるけどこの人じゃあまとめて。え、無理無理え、そういう方が、なんだろう、やっててこうテント立てられたりとかそういうのができれば結構こうスムーズにいく。結構あれでなんかテント立てられなくてなんかこう日暮れちゃったりとか、うん、まあだからある程度こうなんかちゃんと知識持ってきてくれた方がやりやすいし、そうね、やっぱり最初こっちもこう楽しみやすいんじゃないかなって思うけど、うん、まとめるね、うん、まとめると、まとめます。なんだろうね、まとめない、まとめない、まとめんな、まとめるの苦手だから、まとめるの苦手なの。良かったのは俺が本当始めた時に一緒に始めるんじゃなくて半年ぐらい俺一人でやってたもん、うんうん、どういうので料理するとかどういうもので焚き火するとかもある程度知識を持ってできる状態で連れてったから良かったよね。そうだね、なんかあれで何も二人でできないわーみたいになったら、まあそういうのを乗り越えられるカップルもいるかもしれないけど、でも絶対インドアな子だったら嫌になっちゃうと思うんだよね。アウトドアなカップルだったら楽しめるかもしれないけど、インドアだと疲れたってなっちゃうと思う。うん、まとめらんない。まとめたがりでした。でも結構お酒好きだったら、うん、お酒好きは絶対キャンプ好きだと思う。うん、外でお酒飲んだら気持ちいいよって言えば、あまりにもインドアじゃなければ、
来るんじゃない、うん、そうね。ポドで飲むビールは違うよ、うん、飲みすぎて二日酔いにならないんだけね。ちなみに初めての泊まりキャンプは、うん、もうまだ不慣れなタープ張りとかして、あの時設営に2時間ぐらいかかったんだよね。そうだね、コールマンの真っ暗になってて、コールマンのテントとタープだけで2時間かかったよね。なんか小川張りをしたかったんだけど、そもそもできなくて。そうだね、そんな技術もなかった。なかった。うわ、キャンプ場のおじちゃんが心配してくれてね。ね、見に来てくれたんだよね。そうそうそう、できたよ。ありがとう。うん、いただきます。うま。今日はちなみにデイキャンなんで、お酒はマフなし。うま。うまいね。ビール欲しい。うん。いただきます。はい、アスパラベーコン。するかな、ちょっと醤油少なかったかもしれない。うん、おいしい。あは、うん、うん、うまっ、うまっ、うまい、うまい。酒飲みてぇ、酒飲みてぇ。松坂牛、松坂ジャンバーグ。いいいいいい。ああ、ひっくり返った。ああ、松坂牛がひっくり返った。面白い形。そらもん。パッカーン。おお、いい感じじゃない。めちゃめちゃいい感じじゃない。うわ、ん、丸焦げ、うん、まあ、じゃあもういける。あの、ひっくり返してみる。肉汁が出ない。出ないってことは、あらららら。ら。いい感じだもん。いや、生じゃねこれ。生か、生か。全然生だ。うん。わ、爽やかみたい。これ爽やか風で生でいけんか。いや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 。あんま味付けしてないの。うん、美味しいよ。味はね、美味しいよ。仕方ない。うん。美味しいってやつ。美味しい。Stay awake all night and have
slowly watch as the sun rises. I'll fall asleep instead. Ooh, 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 this is how it ought to be. Every day should be like a hovering cloud. Ooh, 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 when it's only you and me. No one else can bother us. ララ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 ラ。あ、オラオラしたけどちゃんと並べます。レッツゴー。すげえ甘い匂いしてきた。完成完成完成。本当に大丈夫なの？どうぞ。もうちょいあれかな、なんかそこパサパサしてるけど、パサパサのなんかマシュマロ、なんかおお、マシュマロすごい。なんだこれ、パサパサしてる。そこパサパサしてるね、うん、焼きチョコだ。焼きチョコ、あ、そういうこと。すごい、うん、うん、おいしい、うん、うまっ、うまいじゃん、うん、チョコが、チョコがパサパサ、溶けないんだね。ね、なんで？わかんない。うんうんうん、どうした、大丈夫か。絶対上顎やけどしたわ今。マシュマロ爆弾だよこれ。でもうめえ、見た目絶対美味しそうじゃない。全然美味しそうじゃないけど美味しい。映えない料理の達人ですね、うん、うまいよ。うまいんだけど、うん、どうしても映えません。でも味はうまい。うまい。ならよし。It's bad.